ソニア・リキエルはフランスのファッションデザイナー。パリ西部近郊のイ・シュルセーヌ生まれ。ユダヤ人の血を引く家系で、父はルーマニア出身の時計職人、母はロシア出身という中流ブルジョア家庭で育った。17歳の時、パリの服飾記事販売店に就職し、ウィンドウディスプレイを担当していた。1954年にブティック経営者のサム・リキエルと結婚。 妊娠中、期待うなマタニティウェアがなかったので、自らセーターを作ったのが、デザイナーになったきっかけであった。このセーターがやがて人気となり、パリ14区のアレジア通り沿いにある、現店舗にほど近い、ジェネラルルクレイロール大通り104番地にあるサムの店舗で販売するようになった。プアーボーイセーターと呼ばれた、このセーターは、雑誌、L に取り上げられ、 またオードリー・ヘップバーンは14色のセーターを全色、買い求めた。1968年5月、自らメゾンを立ち上げ、名前と同名のブランドを持つ。普段着だったニット、特に少年らが着ていた、それをボーダー柄やスパンコールなどをあしらうことでファッショナブルに変貌させ、ニットの女王の異名を取った。パリロックグルネル通りに第1号店を開いてから、子供服、 化粧品、紳士服と次々と事業を拡大。80歳を過ぎても現役であった。娘のナタリーもアートディレクターとして参加している。なお、メゾンについては、2012年に株式を、香港の商社、d ーフォン参加の投資会社を中心とするグループに売却した。1983年、フランス文化賞から芸術文化勲章を受訓した。晩年は、 パーキンソン病を患っており、この病の合併症により2016年8月25日午前5時、パリの自宅で亡くなった。86歳ボー遺体はモンパルナス墓地に葬られている。ソニアリキエル通りの標識2018年、パリ市内の一角にブランド設立50周年を記念して、生前の功績を称え、彼女の名前を冠したソニアリキエル通りが誕生した。 一方で彼女の死をきっかけにソニア・リキエル社は業績不振がさらに悪化。2019年3月にはルイ・ヴィトンを経て2014年からクリエイティブディレクターを務めていたジェリー・ド・リブランが退社。4月30日ソニア・リキエル社は再建型破産手続きを申請し関済人の管理下に置かれることになった。しかし期限までに スポンサー候補との間で条件面での折り合いがつかなかったため、同年7月25日、フランス商事裁判所はソニア・リキエル社の生産を決定。2019年12月、フランス人実業家の兄弟イエリックとミシェル・ダイオンがソニア・リキエル社を買収し、2020年10月から商品の販売を再開したが、ブランドの再建に苦心していたところ、2021年、 DKNY がナキャランなどのブランドを参加に抱える g スリーアパレルグループが第4兄弟から買収した。ソニアリキエルがデザインした婦人服日本では1980年代、セゾングループのエルビスが輸入販売を手掛けていた。その後オンワードグローバルファッションが壮大利点となっていたが、ミッソーニと共に2017から2018年秋冬、コレクションで終了。 ソニアリキエルジャポンをソニアリキエル社の直接子会社とした上で2018年春夏コレクションから独自の展開を開始したアクセサリーの強化などを通じてブランド活性化に取り組んだが生産決定に伴い2019年7月末をもって終了ソニアバイソニアリキエルも同じくアグフが取り扱っていたがこちらも2017から18周到コレクションが 最後となった。オンワードシヤマがライセンスで手掛けるブランドソニアリキエルコレクションについても2018から19ートコレクションを最後に終了した。ソニアリキエル某手についてはアルビオンがライセンス契約を2014年12月31日で打ち切ったため同年度末に販売を終了した。ありがとうございます。